Space Monkeys TV。 嘘か本当かわからぬが、この世には決して明るみに出ない都市伝説が存在する。ここはみんな知っての通りね、富士山のふもと、これ河口湖っていうんだけどね、この世ね、富士山を結ぶ東北の鹿島神社っていうところがあるんだけど、そこから琵琶湖を結ぶラインをレイラインっていうんだよね。そこは数々の都市伝説が存在するんだけど、いやー、ここの溝全くと言っていいほど食いが悪くなるぜ。そこに位置する河口湖、ここにもある都市伝説が存在するんです。その都市伝説とは、放流魚1週間経つと釣れない説。さあやってみましょうか、スモラバノントレーラー。はい、続いてはこれ巻いてみましょう、クランクベイト。こういうね、ボートの横とかスーって通すと割とガブーンって出てくるやつがいない。よし、次はチャタースティーズチャタートレーラーなし。なんでトレーラーなしかと言いますと、フォーク忘れたからです。よいしょ。よっしゃー、場所移動してきました。ここはコウミ、ここも放流がされた場所なんだよね。気合い、気合のディープフィッシング。いや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 、移動してきましたけどね、河口湖、放流があったロイヤルってやつですね、これが。そしてトーナメント待って、トーナメントで釣ってきた魚もここにさらに放流されるということで、魚影は濃いんですよね、間違いない。頭釣れるかどうかですわ。はい、今ワカサギがもじって、なんで連結ワカサギ、河口湖ではキラーベイトになるのか、どうする、一撃できたら。そしたら羽もろも十分ありえるよ。ありえます、ね、そしたらね、結構フローティングのミノーとかでもいいかもしれないよ、細いような。そうですね、わー、いい動き、ほらまさにじゃないですか、リアル。うわー、こりゃ超増水してんな、この中、トンネル。やばいっすよ。トンネルの中。キャストしてみますか。むずいっす。トンネルのね、中にパイプが2本通ってて投げにくい。さあ、移動してきました。スモラバ。ここもまた、放流場所。はい、次スピナーベイツ、カエルちゃん。何できた？何できた？マジだ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。この男、デラク。都市伝説を打ち破る男。デラク。デラク。また小さいデラクですな、これ。4分の1です。なるほど、口ちっちゃいね。いかがだったでしょうか。放流1週間後は釣れないという都市伝説。見事に萩さんがデラクで打ち砕いた。信じるか信じないかは、あなた次第です。すげえ！